この時間はバルセロナ対バイエルンミュンヘン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームはバルセロナのホーム、もはや言わずと知れたここカンプノウで行われます。すでにスタンドはブラウグラナで染まっています。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。バルセロナのキックオフでスタート。バルセロナ対バイエルンミュンヘン、エキシビションマッチです。このゲームは世界でも十分注目されているマッチ、いわゆる強豪同士の対決ということになります。両チームともベンチを含めて選手層が厚いですからね、はい、どういった使い方をするのか、そこがポイントになりますよね。そうですね。トリッソ、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。中央へ、バイエルン、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。再びクロス、ただ危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。シュート、打っていきました。ボイチーノ、ジョルディアルバ、彼にボールが収まると前線の選手もいい位置でもらおうと動き出しますよね。まあ彼が持った瞬間、周りのスイッチが入って全体が流動的になりますよね。吉羽金美希、長いボールを送ります。ボールが収まりません。吉羽金美希、裏を狙う、素晴らしいパス。ウスマヌ・デンベレ、今日の立ち上がりなんですが、両チーム、北澤さんはどうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね。ミスは少ない時間帯ですので、じっくりいってほしいですよね。ボアテング、届きましたよ。中は枚数います。クロスを入れる、だが、あ、球だ。しかしこれよく止めましたね。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。チャレンジはしません。後ろに流す、大きく縦へ、エロイサネ、デイビス、裏へのスルーパス、クロス、頭、バイエルン先制。バルセロナから先にゴールを奪います。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。先制ゴールが決まりました。バイエルン、もう1点取ることによって試合の進め方、メンタリティの部分大きく違いますからね、はい、
デイビス一旦戻します。激しいボールの奪い合い、ブスケツ、さあ右へ預けて、トリッソ、トリッソからレバシュート、長いボール縦へ、フレンキーデヨング、ブスケツ、抜けてくる、来た、シュート、ノイアー、これは素晴らしい反応でした。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。フリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。ジェラール・ピケ、フレンキー・デヨング、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。勝負のシーン、どうする、ここでファウルがありました。さあこのフリーキック、さあどこを狙うか、直接行くか、直接か、バルセロナここで追いつきました。もうこのレベルになってくると一つの試合で大きなチャンスっていうのはそんなに何回もありませんからね、はい、それを確実にものにできた方が最終的に勝者となるんでしょうね。そうですね。裏へ出るか、サネからのオリックスゾーン、レバンドフスキ、お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、バランスですよね。バイエル決定的なチャンスを収めることができませんでした。ニャブリスルーパス、さえ抜けた、絶好のシュート、いやーいやー、これは見事なゴール、決まった、いやーこれは素晴らしい、いやーすごい、今のゴールなんですが中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いやチーム全体で非常にうまくつなぎましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、ここになるような見事なカウンターアタックでしたね。バイエルン土壇場での勝ち越しゴールを決めました。
いやここまで競り合ってこの時間帯でゴールですよね、はい、ゲームを決定付ける一本になるかどうかですよね。そうですね、バルセロナとしては時間ないですからね、ここはシンプルな攻撃でも。ここで笛です。2対1、バルセロナ惜しくも1点差で敗れました。北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。バルセロナとしては